自転車をね、またちょっと新しくしたんですよ。新しい自転車を買って、で、今度はもうちょっと生まれて初めて、いわゆるこうロードスポーツみたいなやつ乗ってやろうかって言ったら、グリーンっていうハンドルのやつあるじゃないですか。ケツプリプリさせて走るやつ、あれ買ったんですよ。で、乗ってんですけど、で、まあ、これがさ、ブサイクなんだ、俺が乗ってと。ねえ、かりするぐらい。ロードタイプの自転車を発明した人にまず謝りに行こう。チャリでって思うぐらいのね、感じになるわけ。で、じゃあそれを極めてやろうと思って、もうじゃあナッツのヘルメットに、ピッチピチのジャージあるじゃないですか。ジャージってチャリ用のジャージ、ツールドフランスみたいなやつあるじゃないですか。スパッツ&上のジャージあるじゃないですか。あれでバッチパチに決めて、渡辺、高生の渡辺の家に乗り付けて笑ってもらおうじゃねえかと思って、ほんで俺のサイズは日本にはないから、その海外のサイトとかで通販で買えるとか探してったら、全然知らないジャンルだからさ、わかんないから、こう自転車屋さんのサイトをずっと回ってったらさ、日本にも通販で送ってくれる上にかなりでかいサイズまである店があって、そこにね、そのジャージでいろんなやつあるわけ、いろんな、その特にヨーロッパとかおそらくああいうスポーツがすごい盛んだからさ、スポンサーで、いろんなチームにスポンサーがあってさ、で、いろんなこう、会社系の企業系の、かっこいいユニフォームがあったりするわけよ。したらその中にさ、ディスカバリーチャンネルってのあってさ、これを蹴んなと思って、ね、ディスカバリーチャンネルから一銭ももらってないのに、上から下まで完全ディスカバリーチャンネルのジャージで、渡辺の家へ行って、このジャージのまま、一緒にディスカバリーチャンネルでやったダイオウイカの生態の、ドキュメンタリーでも見てやろうかぐらいのつもりでさ、注文したわけ。でいて、何週間経ったら来ますよってなったんだけどさ、で、その後さ、またいろいろあるんで、チャリアとかに行って、新しい、こう、パーツとかさ、それこそ、チェーンに刺すオイルとかを買いに行ったらさ、知らないってのはすごいもんでさ、その、専門店にはさ、ポスターとか貼ってあるわけよ。その、ツールドフランスなのか、まあ、向こうのスプリント競技とかのポスターがあったんだけど、どうやらディスカバリーチャンネルのチームめちゃめちゃ有名らしくて。で、なんかこう、その、専門誌の、その、今週号にはポスターついてますよ、みたいなやつあるんじゃないですか。四つ折りになってるポスターには、そのディスカバリーチャンネルのプリンっていう人が、めちゃめちゃ力強く漕いでるやつがあるわけ。だからさ、俺としてみたらさ、その、高生の渡辺くんが、ディスカバリーチャンネルなんかなんで来てんですかって笑われたいのに、こう、世間からしたら、なんつってんのかな。ディスカバリーチャンネルのジャージ着てるのに、ヘルメットは全然知らない、その辺で買ったようなヘルメット被ったりしてると、野球知らない奴が、西武ライオンズのユニフォーム着てるのに、広島の帽子被ってるようなことになるわけじゃん。で、さらに言えば、その、俺知らないから、全然わかんないから、俺の乗ってる自転車のタイプっていうのは、その、こう、お約束に合ってるかどうかがわかんないわけよ。要するに、西武ライオンズのカブレラの背番号のユニフォーム着て広島の帽子かぶってんのにコケシバットを短く持ってる感じのお前何それみたいな、お前どういうつもりでそんなことやってんのみたいな、そのお笑いの一番嫌いな、そして被害妄想男の一番嫌いな、笑わすつもりがものすげえ笑われてるみたいな、すれ違うやつすれ違う、笑いつバカだ、物知らねえみたいなことを思われてんじゃねえかと思ったら、急にどう着ていいかわかんねえ、届いてももう綺麗め伊集院光深夜のバカ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 